こんにちは経済産業研究所で常席研究員を務めております小西陽子と申します今日はコロナウイルス感染症の購買行動への影響をポスデータによって考察した結果をご紹介したいと思いますまずコロナショックが最初に現れたのはマスク市場でしたこちらはあのインテージギャラリーさんインテージインテージさんが調べた結果なんですけれどもあの 赤の線が今年度の販売金額の推移になっています。で、青のあの点線が去年の水準になっています。 前年水準と比較して大幅に上昇していて、かつ各種アナウンスと連動していることが見て取れます。例えば、1月22日は中国政府が初の正式会見をコロナに関して行った日、1月28日は日本人初の感染者を確認した日、でそこから WHO の緊急事態宣言までの間に日本の場合はピークが来ています。 依然としてマスクやあのハンドサニタイザー、で手指消毒液などは全然市場に出回っていない状況になっていますで。私たちはこの1、2ヶ月ずっとあのマスクや手指、予防のためにマスクや手指消毒液を探していたのですがあの行っても売り場にないような状況が続いています非常に消費者は疲れている状況です。 でその次その状況で何が起こったかと言いますと2月の27日28日ぐらいにトイレットペーパーが不足するというデマが SNS を駆け巡りましたこれによって紙製品の買い溜めが起こっていますでこちらのグラフは経済産業省の方であのオープンデータとして公表しているものになります最初に少しだけ見方のご説明をさせてくださいこれは周辞のデータになっていまして ゼロになった場合には前年と同じだけ売れたと考えますで100%になった時には2倍売れたというふうに考えます9月、10月のところを見ていただきたいんですけれど消費税率が引き上げたことによって消費税率引き上げを懸念して駆け込み需要がやはり起こって小さなピークが見えていますでその後右端に1月、2月見ていただくとドラッグストアの健康関連品これはのマスクと酒脂ア,アルコールサニタイザーを含むんですけれど でそちらの方は非常に大きなピーク166.38%となっていましてそれより1ヶ月遅れて紙製品トイレットペーパーキッチンペーパーティッシュペーパーを含む製品が同じように152.59%増となっていますこれはマスクを含む健康関連製品は2.7倍以上紙製品トイレットペーパーを含む紙製品は2.5倍以上前年よりも売り上げたことを示していますこの 2月27日、28日のデマ拡散と安倍首相の翌週、3月2日の週から一斉休校とあの在宅勤務の要請をしたタイミングが重なったことによって紙製品、特にトイレットペーパーがあの爆売れしましたでキッチンペーパーやティッシュペーパーについては戻ってきている部分もあるんですけれど依然としてトイレットペーパーに関しては品薄が続いています。 で、あの3月28日29日の週末には1都4県の外出自粛要請がありましたので5マイナスになっているように見えますがこれはどちらかというと物がないから売れてないというふうに判断した方がいいと思いますで、ここで一つだけポスデータの見方をちょっとご紹介したいんですけれど POS データっていうのは皆さんが買ってスキャンしたものだけが計上されますのでいつもお店が持っている量と消費者が買いたい量の どちらかか小ささい方しか観察されません。つまりお店が300個持っていても買った人が3個であれば3個としか見れませんしお店が300個持ってるけど消費者が1000個買いたい場合も300個しか見れないっていうので例えばこのピークが前年比の2.7倍だったっていうのも、もっと在庫があればもっとピークだったかもしれないしこの落ち込んでいるものももっと落ち込んでいるのもっと落ちこあの もっと落ち込んでるかもしれないしもっと売れてるかもしれないということが実際見えないっていうものになっています。で次のポイントとして3月2日からの一斉休校開始と在宅勤務の要請開始で市場に何が起こったのかを見ていきたいと思います。ちょっとすいま,せんまずスーパーマーケットの食料品を見ていきたいと思います。食料品はこう今回軽減税率の対象になっていましたので。 あの消費税率が上がった10月1日の前に大きなあの書き込み需要が見られたことはありませんでしたけれど10月に入って10月10日から13日に台風19号が本州に接近したことによって関東地方を中心に大きなその買い溜め台風に備えた買い溜め行動が見えてますでこのグラフは近畿で地方別に見てるんですけど近畿の場合は台風19号の影響がそんなに大きくなかったのであまりあの大きなピークが見れていません で3月2日、アナウンスが週末にあった3月2日の月曜日から一斉休校と在宅勤務が始まるということなんですけどその時に、やはり韓国と近畿であの台風の時よりも大きなコロナショックですね駆け込み需要が起きています。で3月28日29日の1都4県外出 自粛要請の時は当然ですけれど、関東の方が近畿よりも大きく反応して、3月2日の時の一斉休校よりもさらに大きなインパクトが起きています。今後出されるあの自粛要請などによって、これまた変動していくことになると思います。で、先ほどポスデータの特徴を言いましたけど、食料品に関しては今のところトイレットペーパーのように品薄とか品物がないっていう状況はありませんので、これは消費者が買ったものの量が見れているというふうに考えられると思います。 で次に販売増から販売源になったものを見ていきたいと思います。在宅勤務によってウェブ会議などが増加して PC パソコンですね売り続けられました。で在宅時間が長くなったことによりテレビも売れています。売れてるっていうのは前年と比べてという意味でマイナスになってないということです。であのグリーンの線が 赤の線がテレビで青の線がパソコンで緑の線が冷蔵庫になっています。どれもあの10月1日の前にあのなだらかにたくさん皆さんあの買い物をされているんですけれども10月1日落ちたら冷蔵庫白物家電ですねグリーンの線見ていただきたいんですけどずっとマイナスを推移しています。通常すごく売れた後はあの も冷蔵庫を一家に何台も買うものではないので半導源といって消費が落ち込むんですけれどもパソコンブルーの線は1月の辺りにこう盛り上がっているところが見えますこの2倍ぐらい前年よりも売れているところは Windows7 がサポート終了したことによっての需要ですでこれもじゃあ終わったらすぐストンって落ちるかっていうとそんなに急激に落ちることなくこうなだらかに。 3月,1日3月第1週第2週まであのプラスが続いていますこれは在宅勤務の影響が出ているのではないかと思いますテレビに関しても同様にあの駆け込み需要が終わった後はマイナスが続いているんですけどその後はプラスになって3月以降また一山小さいところが1.2倍ぐらい売れているところがありますでこれら2つの線が3月2829の外出自粛要請によってやっとというかあのマイナス前年を下回ってるっていう形になっています で在宅勤務の、じゃあ次、販売源のしたものなんですけど在宅勤務の症例によって、まあ、外出の機会が減っていることまたマスクの着用率が上がっていることによってメイクアップ商品の販売源が 減少し続けてます。なかなか今回そのコロナ禍であの皆さん物を買われてることが多いんですけど減ってるものを探してもそんなになくてその中で特徴的なのが化粧品になっています。特にあの化粧品を基礎化粧品とメイクアップ基礎化粧品が青い線でメイクアップが赤い線なんですけど分解して書いてもあの化粧品あのメイクアップ製品が下がり続けていることが見て取れます。 そもそもこのコロナの影響が1月末,末にニュースになり始めた頃私たち日本人はどちらかというとあせっかくインバウンドの波が来てたのにこれでちょっと中国から来てくださる方が減るなとか今年は春節が盛り上がらないなぐらいの感じでのんびり構えていたと思いますでそれからあのどんどん状況は悪化していましてもうインバウンドのことだけ心配してたことが今となって嘘のようになっている状態です。 であのこれは JNTO さんのグラフから取ってきたんですけど去年の,あの2月の入国者、旅行者の数は260万人に対して今年の2月は108万で58.3%ダウンしています。であの3月9日にに韓国国と中国に対するビザのあの発行ビザの あの執行も出してますし入国制限がかなり長く続きそうな予想も立てられていますのでインバウンド需要に関しては3月以降ますます減少していくと思われます東アジア4カ国からの旅行者で日本は大体70%を占めているんですけれどもその特にあの中国、香港、台湾、韓国の皆さんのお土産として人気なのがドラッグストアでの化粧品や医薬品になっています。でですので先ほどあの 化粧品が落ち込んでいるものの中には日本人の需要の減少ももちろんあると思うんですけれどあの外国人観光客のお土産が減っているということも理由として考えられると思いますで引き続きインバウンド市場をもうちょっと見てみたいと思うんですけど化粧品は日本人需要もインバウンド需要旅行者の需要も下がっていることを先ほど申し上げましたでこちらは化粧品と医薬品のグラフになりますブルーのラインが医薬品 当然、これも税率が上がるので10月1日より前に売れてその後下がっているという現象が見えています。で、このあとずっとこう3月2日以降3月28、29日っていうふうに下がり続けているんですけれどこれは1つはインバウンドで中華系の方がお土産として買ってくれるっていうのが減っている。 いうのがあると思います化粧品と同様にあると思いますで、日本人の需要は下がっているのでしょうかということで私は多分イエスだと思ってますで、それはなぜかと言いますと私たちはの今年に入ってこの冬はうがいや手洗いだけば、まあ、うがいや手洗いは外から帰ってきたらする方多いと思うんですけど加えて手指の消毒についてかなり真剣に取り組んでいると思います また、もともとインフルエンザを予防したり花粉症の予防の目的で日本人はマスクを着用する方が多いんですけれどそれにもましてあの売り切れているのも見ても分かるようにマスク着用に励んでいます。これらの感染予防行動によって風邪やインフルエンザの罹患率が下がっていてで、まあ、インフルエンザはの薬局で薬を買うわけではないんですけど、まあ、医薬品の販売額が減少しているのではないかというふうに私は考えています。こちららはあの国立感染症研究所のデータから作成した インフルエンザの定点あたりの報告数になっていますで、グリーンやオレンジの線は2019年2018年なんですけど赤の あの2020年ががかかななり低水準になっていいるるのが分かると思いますこれは2010年の低水準ぶりの10年ぶりの低水,準低水準になってまして2010年何があったかと言いますとこの新型インフルエンザが2009年にあの見,つけ見つかってでそ,のその冬が2010年にあたるんですけどやはり私たちはあの予防に努めていたあの時ですでそれぶりに今回コロナを予防するっていうことで他の病気がちょっと少なくなっているっていうふうに言えると思います。 であのこういう状況ですので先ほどのトイレットペーパーの話もありましたけどもう印象的なものが瞬時にあの通信技術 ICT とか IoT とかウェアラブルとかデバイスが発達したことによってすごく拡散しやすくなってきて。 トイレットペーパーに関しては自給率が各国とても高いですし、マスクとは原料も全く違うにもかかわらず、各国であの不足している状態が進んでいます。日本でもまだ買うことが難しい状態になってます。で、こういうこう移動が日本人間の移動が制限された今こそ情報の移動が活発になってくるので、デマやフェイクニュースじゃなくて、正しいま科学的な情報に基づいたものですとか、自身の経験に基づいた知識などが世界中であの役に立つものが 共有されることを強く望みますで私が今後できることをしていきたいこととしましてはこちらの写真を見ていただいてもあの分かるんですけどやはり写真のとか映像の持ってる力ってすごいんですよねメッセージ性言葉を超えてメッセージ性が強いですし非常にこうイメージしやすい間違いなくある時ある意思ある場所の何かを切り取っているっていうことは確かなんですけれど逆に網羅性は高くないんですよね。 で一方、データ、私がやっているような、研究者がやっているような仕事っていうのは、あのメッセージ性が異様に低いけど、網羅性はあるっていうことだと思います。なので、この写真や映像、私は撮ることができませんけれど、データを使って、グラフや表や得られた知識などを供給共有することで、今後、落ち着いた後に科学的検証が行われると思うんですけれど、その材料を一つでも豊かにしていきたいというふうに思っています。以上です。ありがとうございました はい、これはあの今年の名前で言いますと令和元年度ビッグデータを活用した新指標開発事業短期の生産販売動向把握という長いタイトルなんですけど2014年度から、えっと、現在まで毎年毎年名前を変えて 経産省ののの調調査査統統計計ググルーーププ方でプロジェクトををししてていますす一貫しているのはビッグデータを公的統計調査に生かすことができないかっていうテーマで私たちは通称ビッグデータプロジェクトというふうに呼んでます。私自身は2016年から参加しておりましてここ2年は研究会の中でリーダーを務めさせていただいていますで。今日使わせていただいた作ったグラフのほとんどは毎週金曜日にこちらの方で経産省のホームページの中でビッグデータ のダッシュボードっていうものを作っておりまして、そこからどなたでもフリーでオープンにダウンロードできるものを使ってやっております。あのですので、あのまあ私の立ち位置としてはそのプロジェクトのメンバーの一人なんですけれども、まあリエティの中でこういうふうに発信していって、こういう面白いことができるのであれば、自分たちも使ってみたいなっていう方を増やして、でそれでこの例えば政府が経産省がデータを更新する。 っていう,こうモチベーションになるような活動ができたらいいなと思っています。はいえっと もともと統計とかデータっていうのは平時のときはあ,のあまりこう見向きをされないというかあの他にも大切なことがたくさんあるのでどちらかというとこう投資をされるものとしては後回しにされることが多いんですねけどあのこういう有事であのデータで市場を把握しないと政策が打てないような状況があるとあのデータがどういうデータが日本にあるのかっていうことを考える契機になると思います。 あのプロジェクトの中でもあの実際経済産業省が作っている公的統計調査をビッグデータで置き換えるということを去年達成できたんですけれどもその際にはあのフィージビリティ調査といってどういうデータが企業にあるのかというのを調べます。そそそれはまあ目的を持った一つの調査なんですけど政府全体を通してそもそも日本に 有効な、あの活用可能な価値のあるデータが、あの網羅性があって、精度の高いものがどれぐらいあるのかっていうのを、こういう時に調べる機会になると思います。で、それを積極的に活用することで、例えば今非常に大変で疲弊している企業にとか、業界に直接、あの。 どうですかデータ出してくださいって言わなくてもそういうデータベンダーがいくつかあるってことがしっかり分かればそういうところから情報を吸い上げて政策に即時に活用していくっていうことができると思いますで平時になった時にではあの今後技術やビッグデータを使ってもっといい統計を作るためにあの民間のデータで置き換えていこうっていったような活動をする時にもそういう情報があれば非常にあのコスト低く楽にできるんじゃないかっていうふうに思います。